近展会、近展会、近展会1899年5月10日。没年不明は、在日朝鮮人の左翼活動家。在日本朝鮮人連盟最高顧問。日本共産党中央委員。本名は、金剣、金閣儀。天貝は、聡明。大韓帝国、後の大韓民国継承南道ル参軍出身。日本大学中退、 1899年5月10日、大韓帝国継承南道ウルサン郡で流通、貿易関係を営んでいた家に生まれた。現在は、ウルサン特別市内の方ウオーズ、行政区画としては、ホウオザとである。一人っ子だった金天海は、両山の通土寺に預けられ、仏像の修行を行った。1916年、京城の仏教学校、京城中央学林に入学。 慶城中央学林卒業後、慶城南道ウルサン郡に帰り、夜間学校の教師をした。1922年冬、僕広司会へのまたいとこからの紹介状と、密教系大学への朝鮮仏教会からの推薦状を持参して来日し、大阪市梅田の僕広司会を訪ねた。僕広司会は夜間学校に通いながら、朝鮮人の経営する薬局で働いていた。 僕は金展会を自分の部屋に寄宿させた。2週間後、金と宝は梅田駅で40人ほどの量販階級の観光団と出会った。観光団は日韓併合に尽力したことにより、同年3月に東京上野の忍ばず池で開催される平和記念東京博覧会に参加する予定だった。金展会は観光団の人に 朝鮮独立の意識を持たせなければならないと考え、僕、広司会と協議した。金と、法は、金を出し合って、学生服を購入し、法の滞納していた学校の授業料1ヶ月分を支払って、学賞を入手し、朝鮮人留学生となった。金と、法は、観光団の滞在していた、茨城旅館を、学生服を着て訪れ、観光団を説得した。7人が説得に応じ、 東京には行かないと宣言した。七人はけ病を使って東京行きを取りやめたため、大阪府衛生課や警察などが七人を説得した。その過程で、七人が近天会から説得されたことが発覚し、近天会に逮捕状が出された。金は東京に逃げた。その後、近天会は日本大学社会科に入学した。日本大学社会科には3.1独立運動。 万歳事件に参加した者などが在籍していた。また、リウンシュも日本大学専門部に在籍していた。同年春、僕、広司会も東京に出た。僕は、東京駅で巡査に拘束されたが、近展会を訪ねる予定であることを話すと、巡査が電話をして調べ、すぐに、金の住所を教えてくれた。警察は、多くの朝鮮人の住所を調査、把握していた。僕は、 金が住む下屋の派生総一宅を訪ねて、金と再会した。金展開は、共産主義者になっており、労働者のストライキを見たり、堺俊彦や山川人志の書物を読むなどしていて、朝鮮が独立するためには、日本の帝国主義を打倒しなければならない。打倒するためには、日本人労働者と結束して、革命を起こすしかないという結論に達していた。金と、方は、 長谷総一宅で共同生活を始めた。同年7月15日、赤月民会、水曜会、建設者同盟などが連合して、日本共産党、第一次共産党が結成された。同月、信濃川朝鮮人虐殺事件が発生した。同年、信濃川虐殺事件を受け、在日朝鮮人は、在日本朝鮮労働者状況調査会を結成し、 在日朝鮮人労働者の実態調査を始めた。僕、広司会は在日本朝鮮労働者状況調査会に参加し、茨城県、長野県、群馬県、愛知県の販売を実際に働きながら調査した。同年11月、在日本朝鮮労働者状況調査会参加者を中心にして東京朝鮮労働同盟会が結成された。近天会は、 東京朝鮮労働同盟会の実行委員に就任した。金は東京淀橋の東京朝鮮労働同盟会本部に移り住み階級闘争を始めた。1923年5月、僕広司会は東京を離れソビエト連邦を目指した。僕は故郷の観光からトマン港の中国との国境を抜け満州を経てソ連に密入国した。僕は 資金稼ぎのために、アヘン栽培を手伝いながら、ソ連を見分した。同年、朝鮮共産党日本総局東京西南部やチェイカの細胞院となった。1924年3月16日、東京朝鮮労働同盟と日本労働総同盟は、関東大震災被虐殺日死労働者行動、追悼会を開催した。出版社従業員組合共催会、 芝浦労働組合、自由労働連盟など、日本人労働者350人も出席した。近展会は、朝鮮人代表として、日本労働総同盟に対して、日本政府に、朝鮮人虐殺を抗議しようと提案した。日本労働総同盟幹部は、近展会の提案に賛同しなかった。その後、近展会は、近代的工場労働者を組織するために、東京南部、 京浜工業地帯で活動した。1925年1月、思想団体1月会が結成された。近天会は1月会に所属した。1月会は、朝鮮、内地で分立する社会運動に対して絶対中立の立場から積極的に大同団結を促進することを目標とした。福本和夫が主張した福本イズムを信奉する者からは、 改良主義的受け入れだと批判された。同年2月、全国の十数の朝鮮人労働組合団体が、大同団結し、在日本朝鮮労働総同盟、略称は在日朝鮮労働総が結成された。同年7月、近天会は、在日朝鮮労働佐の神奈川県の地方組織として、神奈川朝鮮合同労働会を結成し、常務執行委員に就任した。 同年、横浜市の命令準備会に、朝鮮労働組合代表として参加し、受け負い制度撤廃などの朝鮮人労働者の要求を命令のスローガンに加えた。その後、神奈川県厚木市に移り住み、砂利採取労働者へのオルグを行った。根深川で、朝鮮人労働者が関東大震災復興事業として砂利採取で働いていたが、賃金が未払いだった。近展会は、 発注先の復興局と話し合い、さらに鉄道大臣に直談判して工事代金を支払わせた。同年、慶状で黒東海のメンバーだった金さん、本名は金楽都市、金若水、本名は金華前、らが朝鮮共産党を再建した。1926年、共産主義系の朝鮮労働青年団の指導者となった。この頃、 在日朝鮮労働部佐の牧師を継ぎいとともに、東京や神奈川で、オルグ活動を行った。同年、神奈川朝鮮合同労働会中央委員、関東朝鮮労働組合連合会委員長に就任した。同年12月10日、神奈川県足柄上郡松田町で、町役場と警察署が、内戦優和講演会を開き、優和派の3人の朝鮮人が講演を行うことに、 なっていた。融和に反対する、朝鮮人半馬の親方6人が乱入し、講演予定の朝鮮人3人を殴打した。内戦融和講演会は中止になった。警察は6人の朝鮮人親方を逮捕して、取り調べた結果、近天会が朝鮮人親方をオレグしていたことを突き止め、近天会は小田原町部在店の旅館、北新館で逮捕された。 1927年1月10日、小田原区裁判所で金展会の第一回公判が行われ、東京、神奈川、静岡などから朝鮮人販売の親分40人以上が傍聴にやってきた。第二回公判でも30数人の朝鮮人の親分が傍聴に訪れた。警察は公安担当者全員で法廷内外を警備した。金展会が控訴して、 横浜に装置されることになると、30人の朝鮮人親分が同行した。同年2月、朝鮮共産党日本総局が設立された。1928年5月、近天会は在日朝鮮労総中央、執行委員長兼葬儀部長に就任し、日本全体の在日朝鮮人労働運動の最高指導者となった。同月、朝鮮共産党に入党し、 東京西南部やチェイカの細胞院となった。この頃は東京目黒に住んでいた。同年6月上旬、朝鮮共産党日本総局責任秘書、半派やシら、大多数の日本総局幹部が逮捕されると、近天会は朝鮮共産党日本総局責任秘書に就任した。同年夏、朝鮮共産党日本総局と、高麗共産青年会実本部は、 国知記念日、日韓併合により、朝鮮総督府が発足した8月29日と、関東大震災虐殺同胞追悼記念日、関東大震災が起こった9月1日に向けて、闘争を組織した。この闘争は、労働者の要求に基づく、経済的部門的闘争ではなく、民族主義に基づいた民族的政治的闘争となった。同年8月29日午後9時、 東京新宿の武蔵野館横の空き地で150人の朝鮮人労働者が集まって集会を開いた。その後、革命家、労働家を歌い、ビラを巻きながらデモ行進した。デモ隊は駆けつけた警官隊と乱闘となり、23人が治安維持法違反で現行犯逮捕された。警察は23人の朝鮮人労働者を 取り調べて、朝鮮共産党指導部の存在と、指導部指示による、集会、デモ闘争を把握した。関係は、金展海、李雲ン朴ュ、牧金環境、金広志勝る、牧徳、勝る、ル、牧将、次へ、金正雄、牧大四つら闘争指導者をあり出した。同年10月25日、金展海は、神奈川朝鮮労働組合横浜支部で逮捕された。 その後、同年11月初旬までに、朝鮮共産党日本総局関係者36人が検挙され、金展海、李雲ン朴独牧金源、近環境、金広志サル、牧徳、マサル、牧省、次へ、金正夫、牧大をつら31人が、治安維持法違反で起訴された。金展海ら中心メンバーは、保釈を認められず、市ヶ谷刑務所に拘留された。 保釈を得た被告は、日本赤色救援会、略称は、モップルと共に、後半対策協議会を立ち上げ、後半闘争を展開した。同年12月、コミンテルンは、朝鮮共産党の分派構想に関して、どのグループも支持しないとして、朝鮮共産党承認を取り消した。コミンテルンは、12月定税を出し、労働者と農民に基礎を置いて、党を再組織するように指導した。 1929年、在日朝鮮労部佐では、日本共産党指導下の日本労働組合全国協議会、略称は全協への解消が提起された。同年7月、在日朝鮮労総監党協議会で、川崎と横浜の代表が解消に反対した。金と怒りらが解消を推進した。金と怒りは、労働者独自の運動に戻り、労働者は祖国を持たないという、 共産党宣言に基づいて民族的闘争を放棄すること主張した。その後、東京の在日朝鮮道部座と川崎、横浜の在日朝鮮道部座の間で内下場が起こった。同年12月14日、在日朝鮮道総全国代表者会議で在日朝鮮道部座を解体し、工場を基盤として組合を産業別に再組織化することが決定した。 産業別闘争に向かうことを意味した。また、全教への即時加盟が決定した。全教には、朝鮮人委員会が設立され、朝鮮人委員会が、朝鮮人問題の指導に当たることになった。在日朝鮮労働参加の組合員数は3万、数百例人あった。1930年10月、在日朝鮮労部者は全教に再組織されたが、 組合員数は2600人に激減した。同年11月25日午前10時30分、東京地方裁判所で、金展海、リウンシュ、僕独言、金環境、金広志サル、僕徳、マサル、牧章、次へ、金正オーラの公判が開かれた。金広志サルは、コミンテルン万歳を叫び、僕徳、マサル、牧章次へは朝鮮語で、 日本共産党と被告会議を開催して完全に公判闘争を観光したと叫んだ。リウン主が革命家を歌い始めると被告全員も起立して昭和した。僕徳元が全員を静かにさせて裁判長に金環境を議長とした被告たちの公判会議の開催を要求した。裁判長の制止を振り切って金展開ら被告たちは次々に発言した。 同日11時20分、裁判長は、裁判の公開を禁止し、分離裁判を行うことを明言した。近展会ら被告全員が抗議したが、力属で退廷させられた。同日午後、近展会らの分離裁判が始まった。近展会は、朝鮮語禁止は、日本帝国の暴圧だ。なぜ、自分たちの保釈が認められないのか、共産党被告は、 コミンテルンの支部として戦っているから、日本、中国、朝鮮の被告を全部統一して裁判しろと主張した。同年12月8日に、第2回公判が開かれ、最初は、統一審理、公開裁判で行われたが、第1回公判と同様に混乱したため、分離裁判、非公開裁判となった。1931年3月21日、近天会は、 懲役5年の実刑判決を受け、控訴した。同年10月30日、控訴審公判第一回準備手続きの法廷で、監修、巡査、憲兵の退席を要求した。弁護士の介入により、警備が緩和された。同年10月、幹部の大量検挙により、朝鮮共産党日本総局が解体した。同年、全協組合員一万人中、四千人が。 朝鮮人だった。その後、控訴審後半、第2回準備手続きは、金環境を議長とした、被告会議となり、各被告の陳述内容が決定された。金展開は、後半上任委員に選ばれ、党の労働農民運動の活動内容を陳述することになった。1932年4月11日、牧章継江が国中で暴行されて死亡した。 同年4月15日、牧章、次への葬儀委員13人が、葬儀でもを協議した。協議中に、警官隊に踏み込まれ、葬儀委員13人全員が検測された。同年8月30日、控訴審判決があり、近天会の懲役5年の実刑判決が確定した。近天会は市ヶ谷刑務所に服役した。1934年5月、リウム氏が出所した。 同年7月、リウン主は、僕大四つと再会した。僕大四つは、東京江東区で、全京とは異なる、独自の労働組合結成を進めていた。リウン主は、僕大四つに、合法的な朝鮮語の新聞を作ることを提案し、賛同された。僕大四つは、職場や地域に根付いた合法的な革命運動、労働運動を考えていて、社会大衆党を含んだ。 統一戦線を目指すべきだと思っていた。1935年、金天会は市ヶ谷刑務所から出生した。服役中に結核を患い、しばらくは病床に伏せていた。その後、リウン主が訪ねてきて、金天会に合法的な朝鮮語の新聞を作ることを提案した。金天会は、リウン主の提案に賛同した。同年11月初旬。 横浜市井戸ヶ谷の金展会の同志の家で金展会、リウンシュ、牧大オら5人は朝鮮語新聞を通した再組織化の方針を決定した。新聞では在日朝鮮人の身近な生活問題を採用して宣伝し新聞に寄せられた要求をまとめ上げて運動を起こしていくことになった。同年12月16日、合法的に朝鮮新聞社が設立された。 在日朝鮮人労働者の文化的向上を目指し、在日朝鮮人労働者に社会的、階級的、民族的自覚を喚起させることを目的とした。社長兼編集局長に、リウン主、営業局長に木大をつ、資金と読者獲得と新聞を通じた支局の組織化担当に、金展開が就任した。その後、編集局に、金とアブミが参加した。 同年12月31日、朝鮮新聞総刊準備号が発行された。新聞では、発行、配布、集金、拡大を読者参加型にした。その後、近展会は、愛国社金、展会先生出国歓迎会を各地で開催してもらうように手配し、会を通じて、オルグ活動を行った。特攻警察二人が必ず、金展会について、監視した。 金展開は神奈川県、静岡県、長野県、愛知県、岐阜県、京阪地方を回った。大阪で金文一市に金が発行していた民衆時報と朝鮮新聞との合同を了承されたが、その後、金文順が病死し、合同は実現しなかった。朝鮮新聞は毎月2回の発行で毎号4000部を発行した。金展開は、 名古屋市で、僕広司会と再会した。僕広司会は、三振鉄道葬儀を指導した後、名古屋合同労働組合に所属していた。1935年7月、コミンテルン第7回大会で、反ファシズム統一戦線路線が採択された。1936年2月、野坂33と山本健造は、連名で、日本共産主義者への手紙を発表し、 人民戦線樹立のための運動を訴えた。近天会は人民戦線を実践しようと考えた。また、朝鮮新聞はブラック細胞を作り、すべての自主組織に働きかけをし、朝鮮人ブラックからの信頼を得ることを第一とし、セクト性の打破を実践することになった。朝鮮新聞は東京に1一支局、神奈川、長野、愛知、石川、富山、新潟、 奈良の各県に重視局を開設し、静岡、岐阜、京都、大阪、兵庫、千葉、福島などにも、読者組織を立ち上げた。同年、僕広司会は、岐阜市で、藤原美次、本名は僕、僕慶順と共に、岐阜市市議会議員の利合雲を、地酒の、迫力と牛肉を携えて訪ねた。 リアイグモは在日朝鮮人で、もともとは在日朝鮮労葬儀不責任者だったが、転校して内戦優和派となり、優和組織、昭和会会長だった。僕広司会はリアイグモに、昭和会の名称を貸してほしい。昭和会の名で、高山千円線に、昭和会の支部を作りたいと頼んだ。リアイグモは、僕広司会の頼みを了承した。僕広司会は、 高山線上沿線の半売や朝鮮人部落に、昭和会カモ部、ブ、120人参加、昭和会川辺分会、約80人参加、昭和会葛巻分会、約50人参加、昭和会入班、156人参加などを作ると、夜学会を始めた。それから、僕広司会、昭和会支部を拠点にして、夜景石の道路工事現場での、 労働条件改善闘争や川辺への首切り、反対闘争、西白川村の水力発電工事現場での日常品販売価格減額闘争などを開始した。同年5月、近天会は滋賀県大津市に入り、盲石工場でオルグ活動を行い、その後内戦友和会に行き、内戦友和会副会長が日本陸軍中将から額縁をもらったことを急断した。 また、盲腸炎を患い、大津市で説教寒波を得て、大阪大学病院に入院。同年7月29日に手術を受けた。一方、同年7月10日、朝鮮新聞の中心メンバーが新聞を通じて共産主義を宣伝し、日本共産党の目的遂行のために活動したとして逮捕された。同年7月31日までに、李ウンシ大オ 金とあぶみが検挙された。同年8月3日、大津市の内戦神話会幹部に独立思想を説いたことを脅迫とみなされたこと、また、愛知県での愛国社金天海先生出国歓迎会で講演した内容が警察に漏れ共産主義宣伝とされたことで逮捕された。同年12月5日、朝鮮人の人民戦線運動家が一斉に検挙された。僕広司会と 僕、刑順も、合法組織を偽装して、共産主義非合法グループを組織し、朝鮮新聞を通じて、共産主義を宣伝したとして逮捕された。1937年11月1日、近天会は起訴された。懲役4年の判決を受けて、滋賀県のゼゼ刑務所に服役した後、府中刑務所に移送され、独房生活を送った。その間、 1941年3月に治安維持法が改正され予防抗菌制度ができたことにより共産主義から転向しない限り刑務所から釈放されないことになった。金とアブミは共産党から転向し出国したが、金展開は転向を拒否した。1942年9月、刑期が満了したが共産主義からの転向を拒否していたため予防抗菌制度により 東京、豊玉刑務所の東京予防抗菌所に送られた。この頃、肺結核が悪化し、腸結核に進行していて、歩くこともできなかった。山部健太郎が近展開を解放した。1944年12月、朝鮮総督府から創始解明の通知が来た。近展会は、司法大臣宛に抗議の手紙を出し、解明を拒否した。 1945年8月15日、日本が降伏を受け入れると、金天会は、面会に来た、朝鮮人に、金と洋と連絡をつけるように頼んだ。金と怒りは、金天会と面会した。金と怒りは、僕恩、明、金正博士、創世、鉄、創吉春らの在日朝鮮人と共に、日本人共産主義者に呼びかけて、政治反射法促進連盟を結成した。 金と阿文が委員長となった。その後、思想検事が金展会の元に来て治安維持法が廃止されていないことを理由に予防抗菌を更新しようとしたが、金展会は日本の敗戦により自分はすでに独立国朝鮮の公民であるとして思想検事を追い返し即時釈放を要求した。同年9月10日、在日本朝鮮人連盟。 略称は朝連中央準備委員会が結成され、新宿津のはずの朝鮮小学会に事務所を開いた。政治犯釈法促進連盟事務所も朝連中央準備委員会事務所に置かれた。朝連中央準備委員会は、日本共産党の再建のための集会費、自動車代、印刷代などの費用を援助した。同年10月10日、寺尾五郎が豊玉刑務所から出所し、 400人、多くが、朝鮮人が寺尾を出迎えた。寺尾ら400人は、数台のトラックに、歓迎、出国戦士、万歳と書かれた幕を貼り付け、トラックに分譲して、府中刑務所に向かった。同日、徳田九一、黒木重徳、滋賀吉雄、近天海、山部健太郎ら16人が、府中刑務所から出所した。寺尾ら400人が出迎えた。 府中刑務所前で、徳田と志賀が挨拶し、天皇制の打倒と人民共和国樹立を目標とすることを宣言した。近天会は、日本帝国主義と軍閥の撲滅、天皇制の廃止、労働農民の政府樹立、朝鮮の完全独立と民主政府の樹立を訴えた。その後、出国した政治犯は、アメリカ軍のトラックで陸軍中野学校跡の兵舎に連行され、 連合国軍最高司令官総司令部からの事情聴取を受けた。出国歓迎の群衆2000人は、芝田村町の非公会館で、出国同士歓迎人民大会を開催し、新橋と銀座に出て、デモを行った。同年10月15日、日比谷公会堂で在日本朝鮮人連盟が結成され、日本各地から代表4000人が集まった。結成時の綱領は、 新調建設に献身的努力をキス、世界平和の向上的維持をキス、在日道の生活安定をキス、帰国同胞の便宜と秩序をキス、日本国民との五条遊戯をキス、目的達成のために大同団結をキスの6項目だった。近展会は最高顧問についた。反特殊、後の在日本朝鮮人総連合会議長は神奈川県本部委員長に就任した。 同年11月、僕列は、秋田刑務所から出生した。その後、僕列は新朝鮮建設同盟を結成し、後に在日本大官民国居留民団、略称は民団、後の在日本大官民国民団の民団長になった。同年11月16日、在日本朝鮮人連盟の左翼化に反対した、在日朝鮮人の青年が集まり、 朝鮮建国促進青年同盟、略称和立アを結成した。町井久幸、本名は定県英。後の党政会会長、東亜総合企業社長、浜関フェリー社長は、朝鮮建国促進青年同盟東京本部、副委員長となった。同年12月1日から3日まで、代々木の日本共産党本部で、日本共産党第4回大会が開催された。 金展会は、中央委員に選出され、中核である7人の政治局員にも選ばれた。20人の中央委員候補には、金と、碇、牧音、明、ら、保坂弘明、本名は、李弘明、創生、鉄の4人の在日朝鮮人が含まれていた。後に、遠坂弘史、本名は、斉都間も、中央委員候補に入った。 この時の共産党員は6,847人、うち約1000人が在日朝鮮人だった。党中央には朝鮮人部が設立され、近天会が部長に、金と怒りが副部長になった。1946年2月27日、長田町国民学校で在日本朝鮮人連盟の第2回、臨時全国大会が開催された。大会は、 朝鮮人民共和国支持問題で紛糾した。在日本朝鮮人連盟の右派は、共産主義者を在日本朝鮮人連盟から追い出せと書かれたビラを巻いた。これをきっかけに、町井久幸の伊てあおら右派と朝連の左派との乱闘となり、右派の帝明が左派の若者の腹部を銃撃した。同年3月6日、在日朝鮮人連盟参加の青年組織として、 在日朝鮮民主青年同盟略称は民政が結成された。同年夏、近展会は北海道旭川市の炭鉱近くの朝鮮人部落を訪れ、朝練への参加を呼びかけた。朝鮮人部落の全員が朝、村地への参加を決めた。同年7月19日深夜、近展会は民政中央メンバーに、県青の若者は困ったものだ。 自分が説教して言い聞かせるから、連れて来いと言った。民政中央メンバーは、拉致して、罵倒して、暴行を加えて、懲らしめろと解釈した。民政メンバー約百人は、拳銃や日本刀やコンボを持ち、トラック三台に乗って、六号橋のアメリカ軍憲兵、MP の検問を突破し、川崎市、四谷建て青師所に向かった。同年七月二十日午前一時三十分。 MP の検問を突破した民政メンバー約100人は、川崎市、四谷達青市長を襲撃した。その後、桜議長の朝鮮人住宅を襲い、県青幹部10人を拉致し、板橋の民政のアジトに連行し、暴行を加えた。同日、民政メンバーは達青本所支部を襲撃した。一方、同日、県、青メンバーは、朝連荒川支部、朝連上野支部などを襲撃した。 同年7月22日、MP 司令部は、警視庁警備課長と朝連の代表者とケニアオの表者を MP 司令部に呼び、抗争事件を再発させないように警告した。同年7月、近展会は、京都の会議に参加した。宿舎がなかったため、京都到着時に迎えに来てくれた在日朝鮮人の労働運動家宅に泊まることになったが、 労働運動家が玄関先で、私の妻は日本人ですがというと、近展会は家には入らずに農熟した。同年10月3日、朝練の左翼化に反対するメンバーが在日本朝鮮居留民を結成した。同年12月20日、皇居前広場で朝練主催の生活兼用護人民大会中央大会が開催され、1万人を超える人が参加した。 デモ隊の一部が首相官邸に乱入し、警官隊と乱闘になった。警官隊は拳銃2丁と実弾10発を奪われた。武装警官と MP が出動し、デモ隊に向けて銃弾4発を発砲して、デモ隊を鎮圧した。警官隊の重軽傷者は24人。15人の在日朝鮮人が MP に連行された。1947年10月。 ダグラス・マッカーサーは日本政府に対して在日朝鮮人を日本の教育基本法、学校教育法に従わせるように指令した。1948年1月24日、日本政府は各都道府県知事に朝鮮学校の閉鎖と在日朝鮮人生徒の日本学校への転入を通達した朝鮮学校閉鎖令。これをきっかけに阪神教育事件が勃発した。 同年8月15日、東京、皇居前広場で、朝連と日本共産党は生活防衛、反ファッショ人民大会を共同で開催した。近展会は、民族教育闘争や不当弾圧反対闘争のアジテーションを行った。同年秋、僕列、県、青幹部、李隆志らは、近展会の暗殺を計画した。同年11月、 金と怒りは北朝鮮に密航した。1949年1月、利高支援が暗殺された。同月、僕烈は若手アナキストによって民団長を辞任させられた。この頃、金展開は金温順と内縁関係にあった。金温順は後に朝練婦人部二代名部長となり、在日本朝鮮民主女性同盟へ、略称は女道の初代委員長となった。 同年4月4日、団体登記制令が発布された。同年5月31日、行政機関職員定員法が発布され、日本国有鉄道などで人員整理が完工された。同年6月9日、国鉄労働組合東神奈川分会は、国鉄の人民管理を決議し、朝連の支援を受けて、労働者管理の人民電車を走らせた。 同年6月24日、南北労働党が合併して、朝鮮労働党が設立された。同年6月25日、平壌で、祖国統一民主主義戦線、略称は、祖国戦線が結成された。反特殊は、祖国統一民主主義戦線創立大会で、在日朝鮮人代表として、中央委員に選出された。同年6月30日、 福島県平良で平良事件が勃発した。同年9月8日、団体登記政令により、在日本朝鮮人連盟に解散命令が下され、近天会、反特殊、早期春ら19人の朝連幹部は、公職追放となった。同日、在日本朝鮮民主青年同盟、在日本大韓民国居留民団宮城県本部、大韓民国建国青年同盟塩釜支部も、 解散させられた。民生では9人が公職追放となった。同年9月16日、日本共産党は、党本部にて在日本朝鮮人連盟などの団体、党規制令による解散に対する緊急対策会議を開催。翌17日には2日間にわたり、在日本朝鮮人連盟などの団体と規制令による解散にする日本共産党朝鮮 人部拡大全国会議を開催した。会議の冒頭では、近日政のメッセージが朗読された。近展会らは、GHQ と法務省に抗議を行い、朝連などの解散撤回と、公職追放撤回を求めたが下された。近展会はこの頃、共産党幹部、長谷川博士と同幹部、岡田文吉と常時連絡を取っていた。同年12月初旬、僕恩明が、 日本共産党朝鮮人部に代わって、新たに日本共産党民族対策本部、略称は民体を組織した。反特首は民体の指導メンバーになったが、牧音、明体制が確立すると、反特首は反牧音、明グループを形成した。1950年6月10日、近展開は、近桂淡と共に、霞丸で鳥取県境港から、 大韓民国不座に密航した。近天会は日本共産党中央委員のポスト後継者に反特使を指名した。同年6月15日、近天会は北朝鮮に密航した。朝鮮戦争が勃発した6月25日、北列は韓国の郊外の料亭で開いた宴会の最中、北朝鮮軍の特殊部隊によって北朝鮮に拉致された。 1951年11月、朝鮮労働党第2回大会で、金展会は労働党中央委員、社会部長に就任した。12月10日、日本へのラジオ演説を開始した。1952年5月2日、日本向けラジオで在日同胞に訴えを演説した。朝鮮戦争休戦後の1955年7月8日、金展会は、 平壌放送で在日朝鮮人に向けて8.15解放10周年を祝おうと訴えた。1956年1月27日、祖国宣戦線議長として在日朝鮮公民の帰国と大村収容所の釈放問題は正当に解決されるべきとの声明を発表した。1957年1月1日、朝鮮総連に激励の辞を送った。 同年11月18日、祖国戦線第2回大会で議長団に選出された。1958年、近日生から労働勲章を受けた。1960年8月13日、8.15、朝鮮解放15周年軽宿法庁日朝、協会施設団を平壌の飛行場で出迎えた。1961年、 金温順が北朝鮮に帰国した後、死休案で死去すると、金天海は、金温順の葬儀に参列した。1970年の労働党第5回大会で、金天海の名前が、中央委員名簿から消えた。以後、金天海の消息は途絶えた。アムネスティ・インターナショナルが発表した、勝ちこさと、平壌首相国一揆にある、 強制収書の収容者名簿に載ったと伝えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。